アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。はい、それでは東本選手のインタビューを始めさせていただきます。まずはじめに試合を振り返っての感想をお聞かせください。まあ決まってから、まあ、2週間では10日前ぐらいに決まって、まあやべえなと思ったんですけど、とりあえず試合のことだけを考えて2週間過ごして頑張って勝てたんでよかったです。対戦相手の金子選手の印象を改めてお聞かせください。パンチが重たかったからもうここ真っ赤っかです。強かったです。はい、それでは最後に今後の目標と将軍バーガーのおすすめのメニューを教えてください。はい、まあとりあえず今後の目標より将軍バーガーですね。将軍バーガーのとりあえずのおすすめ、初めて来てもらっておすすめのメニューはチーズバーガーなんで、チーズバーガーうまいんで、めっちゃうまいんで食べに来てください。で、何でしたっけ、今後の目標です。今後の目標は、まあ俺のパンチ正直強いんで、まあそれが当たればもう誰にも勝てるなと思うんで、そのパンチを当てるための練習をこれから頑張ってもっと名前を打っていきます。お願いします。はい、ありがとうございました。こちらでインタビュー終了させていただきます。